トラニラストは、内服、または点眼で、アレルギー性疾患の治療に用いられるほか、内服薬は、ケロイドや非抗性反痕の治療にも用いられる。肥満細胞や炎症細胞からの様々な化学、伝達物質の有利を抑制して、I 型アレルギー反応を抑えるほか、TGFβ1 の有利抑制作用等で、繊維目細胞のコラーゲン合成を抑制し、 ケロイド形成を抑えることができる。難点配当体の研究をもとに、喫製薬品工業が開発した。日本では1982年6月に、期間自然息1985年8月に、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、1993年10月に、ケロイド、非抗性、反抗、1995年9月に、 アレルギー性結膜炎の承認を取得した。商品メリザベンで、ジェネリック医薬品もある。2014年1月15日より、医療用と同濃度の転眼薬、アルガードプレテクト、アルフィット EX が、一般用医薬品、第一類医薬品で発売となり、2017年9月に第二類に変更になった。さらに2019年12月、 抗炎症成分プラノプロフェンを加えたアルガードクリニカルショットなども第二類で発売となっている。内服薬の治験では副作用は通算で5.3%に見られ、その主なものは消化管障害、肝臓、胆管系障害上昇、a s t 上昇、ALP 上昇等のほか発疹、貧乳であった。点換薬の治験では副作用発現率は1.5%であり、 主な内訳は、刺激感、眼検炎、目相羊感、眼検皮膚炎等であった。重大な副作用は、下記のものが内服薬にのみ設定されている。トラニラストは、末消血白血球からのヒスタミン有利を濃度依存的に抑制するほか、抗原刺激による肺組織からのロイコトリエン B4、C4、D4 の有利を抑制する。また、腹腔、 強硬液中への結晶板活性化因子の有利を濃度依存的に抑制する上、人の探求やマクルファージでのプロスタグランジン e に、酸性や TGFβ1 酸性、放出を濃度依存的に抑制する。さらに、高中級での活性酸素酸性を抑制する。血管内皮でのいるマイナス6生成を阻害する。繊維目細胞でのコラーゲン合成を阻害して、 神経繊維種細胞の成長を妨げる。三つの小規模臨床試験で結果が確認された後、トラニラストを経費的冠動脈形成術後の再強作予防に用いる大規模臨床試験が実施されたが、有効性は見られなかった。薬剤溶出性ステント留置後の増殖抑制薬として研究されたことがある。関節リュマチに対する大、通愛臨床試験が実施されたが、 結果は公表されていない。トラニラストを浴場変設除実の術前補助療法に応用する第3ア印象試験が実施されたが、結果はトラニラストの有効性を示すことはできなかった。ありがとうございます。